出発お願いします。よろしくお願いします。お土産聞いたよね。で、それで何するんだっけ。とりあえず服じゃん。服か。青山アンダシさ、オープン会にする。オープン会にして。ヘイヒリー、オープン会にして。かしこまりました。オープン。え、みんな靴履いてない。いや、ちょっと濡れてるけど、俺はそれよりズボンの裾がびちょびちょすぎてめっちゃ気になる。ズボンも買いたい。ズボン買いたいね。結構靴まで買うつもりでいるよ。じゃあさ、宇都宮でさ、全身服買ってみる。いいよ。全員服買おうよ。はい、じゃあサービスエリア着いたんで行きます。はい、おいおいおい。もうバッカイズが嬉しい。で、そっちか。インサートです。これ特製ラーメンです。大根そばです。ピースイエーイ。いただきます。こんなです。いただきます。これは嬉しい。すごいな。だいたい40分ぐらい。オッケー。コースから始まるラブリーゲーム。気になるな。しかしか。マジで。一応ジェシーの方だけラブリーゲームって。お手を見して。いちごパフェに一中。ラブリー。まあこんな感じだね。僕とはいけんの。ラブリーゲーム。ああ、そんなやってきてないけど、やったことある。一応ちょっとさ、お手並み拝見し。落ち込んだ友達をキュキュキュ。ラブリー。ラブリー。あ、お前でもあれか、友達と遊びでやってたぐらいか。そうね。今日もいける。もう一人ぐらい見ないとちょっとあれかな。あ、やったことない。やったことないんだよ。あ、そう。俺は全然いける。ジュニー、全然いける。寝るときはぬいぐるみたくさん。ラブリー。俺結構やってる。今日もいける。もう一人ぐらい見ないと。あれか、ちょっと診断多い。もちろんいけるよ。もちろん。ピンク、濃いピンク、薄いピンク、赤。ラブリー。何でもいいんだね。何でもいいよ。もう一人ぐらい見ないと。じゃあコーチいける。さっきやったよ。お願い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 。ラブリーだ。ラブリーだ。こういうことなんだ。じゃあ自然とラブリーだから。ナチュラルラブ。ナチュラルだから。ナチュラル好きだから。コーチ何て言ったの。好きな子の隣の席行くみたいな。なんか座れたよみたいな。だいぶラブリー。最初そんなこと言ってた。だいぶラブリーだ。小学生の人気。好きな子の一番手にしてる。頑張っただろ。いちごパフェに中が強い。いちごパフェに中が最強だったんだ。ラブリーか。キチュチュキ。反対から読んでもキチュチュキ。ああ、すごい。だいぶラブリー。素晴らしい。ラブリーだ。誰かラブリー出る人いる。怒った時はホッペを膨らますぞ。自分で言うの。自分で自分で自が自賛しないと忘れたらラブリー。目がハートに。うん。ラブリーだ。ピンク。いや、ラブリーだった。やっぱ出てきた。スリーピンク。赤。ラブリー赤。やっぱそれが強かったんだね。試そうとしたけど。今日も行っちゃっていい。来季は絶対プリンのカラメルラブリー。でもだいぶ可愛いけどね。俺好きだよ、そのラブリー。来世ネタね。うん、そっち系のラブリー結構好きかも。フューチャーラブ。うん。え、ねちょっと待って。アポ取ってなくない？アポ。お店？ビンヤさん。オレンジ。え、もうチョコアポで違うの？チョコレート。俺マジでロケでアポ取りすぎて、マジでアポ取りうまいよ。ブルーベリー。やってくれんのじゃあ。いや、無理かも。無理。なんで？いや、お腹いっぱいになったら眠くなっちゃったよ。寝たかったら俺全然運転するよ。不安だからやめろ。車は動かないけど運転席だけ座ってくれるってだけ。そう、あとは北斗押してくれるから。お前が押した方がいいだろ絶対。力的に寝てる側はさ、あ、混んでんのが
渋滞かと思ったら北斗が、ちょっとごめんね。もう着くよ。お、パーキング入っちゃう。そしたら本当に古着屋さんってどこにあるんだろうね。え、なになに、これどう寝れたやつがさ、なになにみたいなこと言うんだよね。お前が寝てる間に調べりゃよかった話なんだよ。どういう目的で止まってんのこれ今。とりあえずナビでは東口に設定してきたから。なるほど。そのなんか古着屋さんが何口にあるかは知らない。 あるのね、古着屋さんが、うん、あることはあるってこと。あることはあるってことでしょ。靴下脱いだからさ、靴ずれしちゃうかもしんないからさ、早く靴下が欲しいんだよ俺は。なんで誰もマップ見てないの。とりあえず駅向かってる。なんでどうしたの。もう帰りたいんだって。すごいね、宇都宮の駅ってこんな大きいんだ。すごい。お前の心の方が大きいよ。当たり前だろ北斗。中野みたいな。ね、中野っぽいよね。めっちゃ中野っぽい。ちょちょちょ、進化した中野。マジ中野っぽい。新中でしょ、新中。広い中野でしょ、うん、こっちじゃないとりあえず。こっちじゃん。ここ中野、中野行くよ、北斗。で、ここであれ堀越生が溜まって写真撮るんだよな。卒業式の後に。コーチだけだよ、知らないの。マジ中野とか一回も行ったことない。おい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 。ロケでしか行ったことない。あるんだよ。おい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 。ワクワクさせやがってよ。ワクワクすぞ。ワクワクしてきてやれ。え、なんか路面電車も走ってんのここ。え、すごい。またチアオ。どうも、ジャスティン・ビーバーです。どうも。日本語上手くなりました。似てるよね。似てません。似てるよ。どこが立川アーチみたいになりますから。トレジャーファクトリー。マジマジ、何してんの今。何してんの。何してんの。駅通過してきたけど。誰も何も見てない。何してんのこれ。こっちなのこれ。何してんの。何してんのこれ。明らかにあっちには古着屋がないっていうことで。知らないじゃん。あ、なんかね、個人調べてくれたよ。個人的な古着屋だ。じゃあ1キロ先。まあ徒歩20分くらいか。いや20かかんないんだ。10分くらいか。行く。歩いちゃうか。行こうよ。まあ街ブラ出してね。じゃあざっくりあっち。じゃあ行こう。行こう行こう。あっちね。え、ここ降りた方がいいんじゃない。てかさ、マジな話さ、別に店の住所は調べておけたじゃんね、店の住所は。じゃあお前さ、こっちまで車来いや。は？俺が寝てたやつに何言われてんの。俺が寝てる間にこっちまで連れてこいよ。調べてくれるやつが誰もいなかったわ。後ろでよ、ポニョとか流すやつもいるしよ。違う違う、俺はもう調べきってんのかなと思ってたんだよ。おめえら寝たかもしれないから、こっちは寝てねえんだよ。寝れんだよ。寝てる方が調子悪いに決まってんだろう。一回おぶってんだよ。じゃあさ、おんぶして寝させてあげればいいんじゃん。いいよ。やだやだ、いい。順番に俺らで。母さん持たないよ。持てよ。こっちマジでおんぶしてあげる。靴ずれもしてるわけだしさ。ね、これで運んであげるから寝てていいよ。寝ずこの子。一緒、いい子いい子してあげて。俺それで言うと今、あの娘役がいるから抱っこめっちゃ上手だよ。しばらく歩いたらちょっと抱っこも。抱っこめっちゃ上手だよ俺今。え、おんぶ寝れそう。あ、ちょっときついかもしれない。ちょっと抱っこ。抱っこの間でさ、ちょっと抱っこ練習してみて。抱っこの間で交換する。まあまあ、足で出してる。おい。どう寝るか。あ、寝れそう。これは寝れそうだわ。安心感半端ない。やっぱ抱っこの方が寝れる。ああ寝れるね。今僕のドラマで お父さん役やってるからね。靴ずれがちょっと限界かも。だから全然手つながるから、ほら。いや靴だ、ね、いいから手つなぐ。俺も言ってくれよ。ほらつなぐから、ほら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 。腕疲れた、おんぶして。あと10分。まあまああるな。できたけども。いいよね。あれ、あ、おっと、ユーズヴィンテージ着いた。5階だって。マジお前うまいんじゃない。確かにロケ慣れ組の方がいいじゃん。じゃあ寸前までは6人で行く。あ、そうね。
大丈夫です。おお、すごい。マジ、すいません、嵐です。最近名乗っちゃってごめんね、なんか嵐です。古着屋さんを見つけて入ってみたいなと思って少しだったんですけど、はい、ありがとうございます。ニルスヴィンテージさんで、ありがとうございます。いけばいいかな、お邪魔してください。ないですけど、すみません。ちょっとあのご迷惑にならないように、はい、スタートからもしてね。まあ3時間ぐらいですね。ちょっとアップデート。古着がメインなんですよね。はい、そうです。おのおの一回買い物する感じでいいかな。はい、でいいと思う。はい。時間かけてお客さんとね被ってもあれなんで。はい。サスクッと。サスクッとね。でちょっとお買い物。できるだけ全身チェンジ。そうしよう。できるだけ。いけるだけ。いけるだけね。着替えるとこって。着室はあります。あ、あります。あるんだ。うわ、慎太郎が意外と黒好きそう。あ、好きよ、ね、列車乗ってる時にはこんなロケを迎えると思わなかった。あ、ジュラシックパークだ、かわいい。これさ、これで着替えたらお前何変わったかな。デニムに黒 T に着替えた。それありなの。ダメだ、マジおもろい。めっちゃ可愛い。可愛い。じゃあこれで僕早引けで、じゃあ僕これで決定です。嘘です、もうちょっと見ますけどね。服選んでるとお腹痛くなるんだ。なんでどうしていいか分かんなくなる。これ好きなんだよな。物としてはこういうの大好きなんだよ。いや、それ可愛いよ。これってあれなのかな、中に何も着ず、これ一枚でもいいし、着てもいいし。ちょっと一つお聞きしたいんですけど、はい、靴下って言ってないんですよね。はい、言ってないです。靴下言ってないですよね。あとでちょっと見えちゃった。なんか選んでんの見られるの恥ずかしいね。人に選んでんのなかなか実は見られないから。俺はこういう合わせが好きなんだよね。どれ着てんの。それこれ結構軽くていいんだよ。何して、あ、着さして。黒と悩んだんだけどさ、うん、その色味がなんかいいなと思って。ダークグレーなんだって色味的に。薄くて軽くない。じゃあこれにしようかな。あ、俺何を言ってるの。シンプル白シャツ。今日もでも似合う、マジで。俺っぽくない。でも、コーチ着たかったら着て。朝かなんかできてるって書いてあったよ。ちゃんと欲しいもん買ったもん俺ね。だからマジで普通の買い物をしたっていう。よかったよ。いや俺に関してさ、デニムのさパンツ欲しかったのよ。ああそう。で王様のブランチでやったんだけどさ、なくなか買えなかったの。ああ、なるほど。だから出会えなかった。そうそう、取り返した感じ。なるほど。普段の延長線上にいるのに、はいはい、ジュリだけ雰囲気変わって一番おしゃれになったの。ちょっと引き伸びしてちょっと下がってて、めちゃくちゃおしゃれだよ。普通かっこいいんだよ。なんかね、このファッションなの。いいよ、めちゃくちゃいい。いや、おしゃれ、おしゃれ。今、京本さんこそおしゃれ対決してるじゃん。こういうちょっと淡い色のシャツが欲しかった。ちょっと見てた、タイが並んでみてよ、勝負。一回、一回並んで。あー、でもかなりいい勝負してる。でもね、やっぱ変わった感が強い。変わった感が変化があるんだよね。
でもまあ、あの巨毛が着てる上のシャツは俺が買おうとしたやつだから、それを俺が取ったことで生まれたんだ。確かにね、そうそうそう、お互い様だ、チームだね。今回さ、まあ、雨に濡れて着替えようかっていきなり入ったわけじゃん。俺これ普通にまたどっかのタイミングでやりたいんだけど。なるほど、全然いいと思う。だからお願いだから、本当にいろいろ文句言ってきたけどさ、雨の日もう一回ロケさせてもらって当日がね、そしたら俺ら口実できるから、ね、生まれるから、うん、でまあ今回はとりあえず大満足のお買い物もヴィンテージさせていただけたということで、この後はまあちょいちょい口に出てた、まあもちろんお店はアポ取れてないんだけど、まだまた歩いて餃子を食べようかな、やった宇都宮に来たんだね、はい、で美味しいご飯、夜ご飯を食べて今日の一日のこの旅は終わろうかな、はい、はい、でも餃子食べたら匂いつくじゃない、まあ、まあ、着替えないといけないねいくらでも着替えられるあはい、ということでじゃあとりあえず今日は今回は以上ということで、はい、また次回餃子食べます、餃子で以上、ソンズでした、ありがとうございました、ご協力いただいてありがとうございました、みんな、あ、餃子通り、ここじゃない、なんか並んでる、並んでるよ、めっちゃ並んでるやん、笑ってるけど、マジで餃子無限にいけるから、いただきまーす、本当に全部ビミで、ビミで攻めと、おー、あぜー